スティーブ・ジョブズ行きましょうか最も大切なのは自分の心と直感に従う勇気を持つことです自分の本当になりたい姿を知っているのは自分の心と直感なのだからとそうですねほ自,分自分の本当になりたい姿を知っているのは自分の心と直感なのだからおっしゃる通りですっていうね多分おっしゃる通りですよね <laughs> うん、多分、久保さんもそう感じたんでしょうね。あんななりたいなっていう直感を感じたんでしょうね。僕もキャッチコピーを見て。でもここでね、思考が動くんですよ。怪しいな、うさんくせえな、本当かな、詐,詐欺に合うんじゃないかな。でも直感は、そんな生活できたらいいなと思ってるんですよ。パソコン一台で自由な生活。うん、やりたい。そんな生活できたらマジでいい。場所も選ばない。時間自由。どこでも仕事ができる。縛られない。 そんな人生いいな。直感、心は感じてるんだけど、思考がね、<laughs> 大丈夫かと。それ、騙されてんじゃないかと。そな嘘な嘘なんじゃないかみたいな。<laughs> だから、このスティーブ・ジョブはね、自分の心と直感に従う勇気を持つことっていうことを説いてるんだけども、うんでもほとんどの人は、そのうん、勇気ないですよね。うん勇気がない。 まあいいと思うんですよね。だってその勇気がないってことはえ変えられないか、変えたくないってこと。勇気があるとかないとか、うん、なんだろうな。変えようと思ったらね、勇気もクソも変えたいんだったら飛び込むぞ思うですよね。あの、好きとか嫌いとか関係なく、給料をもらいたいんだったら今日も会社に出社するだろうし。<laughs> うん、勇気っていう言葉はかっこいいんだけども、本当にそうなりたいんだったら飛び込むぞと思いますよ。本当に給料もらいたいんだったら嫌いな仕事でもやると思いますよ。 僕はそう思います。いってらっしゃい。